あなたは見通しの悪いカーブに差し掛かっています。やや減速をしながらカーブを曲がろうと思います。この時あなたは何に注意しますか？自転車が正面から来ていてぶつかりそうになりました。もう一度見てみましょう。カーブミラーに映る自転車の存在に注意する必要がありました。自転車は左側通行がルールですが、このように右側通行をしている人も多いので、カーブミラーなどから自転車の存在に気づいておくことが大切です。また道幅が狭いので、対向車のはみ出しや歩行者との接触にも注意する必要があります。カーブミラーの見え方を確認しましょう。通常のミラーと同じようにカーブミラーも左右が反対に映ります。ではミラーに映る自転車がどちらの車線を走っているのか分かりますか？一見自転車は対向車線を走っているように見えますが、実はあなたと同じ車線、つまり右側通行をしていたのです。右側通行をしている自転車の場合、今回のようにお互いの存在に気づくのが遅れて事故になりやすいので注意が必要です。ルール通りに左側通行をしてきた場合の見え方はこのようになります。このように左側通行をしていれば、車両と直接衝突する危険も少なくなります。事故に遭わないためにも、あなたが自転車に乗る場合も必ず左側通行をするようにしてください。今回カーブミラーによって自転車の存在が予測できましたが、カーブミラーにも死角があるので、ミラーに頼った運転は危険です。あくまでも安全確認の補助手段と考え、カーブの手前では十分減速しておきましょう。